綺麗じゃない、ネイル。ちょっと見せて、ここでこうやってここに綺麗だね、ネイル。皆さんこんにちは、エンミカです。2020年9月、北海道に東京から母がやってきました。怪我をして入院していた母が半年で元気になったので、回帰祝いのために2人で出たんですね。その時の動画はすでに公開済みですが、今日は宿泊したそのホテルの朝食で母から聞いた50年前の母の青春時代の淡い思い出聞きましたので、素敵だったので公開していきたいと思います。よかったらお付き合いください。内容は、母の田舎は山梨県、50年前にされたナンパ、2泊3日のバカンス、本栖湖で泳ぐ、お母さんモテモテデザイン、そんな話を聞かせてくれました。あ、手に返す、お写真撮り忘れた。大学生の兄ちゃんたちに遊んでもらったの、高校卒業してすぐ戻すこって戻すか戻すか戻すこは歩いてバスで行くかな、バスで行くか。チャンネル登録が1000人いったら YouTube の戻すこにキャンプに行こうって話があって、いいよ戻すこ今すごい大人気なのよ、あのね、ゆるキャンって言ってね、アニメがあって、その高校生がキャンプするのよ、アニメでね。その舞台だ、本栖湖。大人気なの今。いいとこだ、富士山が見えてね、水とそのままね、広がってて、お嬢さんが。その時はテントだったの。バンガロー、本栖湖にバンガローあるの？あるよ、いっぱいあるよ。バンガローが来て、水道の川があって、それで、お兄さんたちがカレーとか作ってくれて、みんな作ってくれて、で、おいでって言ったことしてくれて、夜のキャンプ場があったり、あとね、どこで知り合ったの？ついて、バンガローについて、その辺泳いで、サンド遊んできて。どこで泳いだの？湖で。昔だね。今泳げるのか、あそこ。泳げるでしょ。聞いたことないけど、本栖湖で泳ぐって。はい、それで泳いで。今からだってもう、50年ぐらい前の話だもんね。それでサンド遊んできて、上がってきたらお兄さんたちが、カレー美味しいよ、いらっしゃいいらっしゃいとか言って、あの女子高生何人でいたの？2人でいた。すごいね。怖いもの知らずね。今から50年前の話でしょ。50年以上前の話だって。18歳の何年前だ。高校卒業してすぐの時、これでも山登りしたり、トランプしたり。あ、何回も行ったの？いや、だから2泊3日あったのに、うん、
2日間もすごい遊んで楽しかったね、青春だね、うん、そう、今は思い出すの時々本当どうしてるかな、あの時悪いことしちゃったのとかさ今は元気かな、あの時こう大学2年生だったから今あれかな、うん、生きてるかね。いや、電話あの検索したらね。検索って何？一例を聞いた。いつ最近？いやー、最近って言えば最近だけど、もうパパが死んでからだから。わー、ほんとそんなことしてたの？そう。その4人のお兄さんたちがね、遊んでくれたの。世田谷区？うん。めっちゃ。お坊ちゃまだね、お坊ちゃま今考えても電話した時にお母様がすっごい丁寧なおおたらしてくれた。お母様、お母様楽しい話だね。そう、お父さんがいる前ではできなかったね。できなかったねお父さんも死んでもう何年経つの？もう22、23年だよね。うん、22、23年だったもっと経ってるか。ね、56歳で亡くなってるから、うん、私より2つ年の上だから。私が22年だ、22年前じゃん。それくらいだよね。早いね。私もこっち来ても20年だから56って早かったね。56は早かったよ、ちょっと早すぎたよ。なんかかっこいいままだもんね。そう、かっこいいまま。ずるいね、いつも思うね、私も56で死んだらかっこいいままみんな忘れないんだと思って。そう、めっちゃずるいと思う。かっこいい人だったから、あのお母さんきっと結婚できないよって。お母さんって再婚ってこと？再婚しないよおかしいね、うん、全然再婚してもいいけどね今からは無理だよ。その時はねまだ50だって、あの時まだ4だもんね。いけたよね。54歳か、まだあの時。そう、まだ若かったね。再婚できたね。だから無理だ。いや、そうだけど年齢的にはできたよね。まだね、若かったし。そうだよね、うん、僕とお茶飲んでいただけないお母さんモテモテだね。モテモテだね。もうあの独身だからさ、あのお茶飲みませんかって言いやすかったのね。言いやすかったと思う再婚するいけなかった、全然なかった。で、時々ね、大学生のお兄ちゃんのうちのことを思い出す。あの時楽しかったな、息子と遊んでもらって。だってその晩カレー作った時に私たちが通ったら、出した出した美味しいカレーだよって言ってて、でそりゃそうでしょ。うん、それで2人でお母さん意外に綺麗だったからさ、その頃は、うん、今もそうだけどさ、今は70歳超えてる人に見せたらお化粧してるのって病院で言われたぐらいだから、うんうんうん、それでね、夜訪ねていった、うん、お兄さんたち遊んでって、うん、いいよね、する僕たちマージャンしようと思ってきたんだけど、そんなナンセンスよ湖に来てよ、マージャンなんておかしいですよ、ナンセンスナンセンスとか言って遊んでって。じゃあ何やろ、トランプするとかキャンパーファイヤーするとか。楽しかったね、青春になったんですよ、パッとそんな話初めて聞いたわできるわけないでしょ、パパ面白すぎる。お母さん面白いね。面白いでしょ。それでこの話ちょっといろいろ伏せて動画で公開して大丈夫？あの名前とかは伏せるけど。ああ、お母さんの青春もあったっていう話を聞いたって言ってもいいの？いい、公開しても。いいよ、そういう楽しい話を聞いた全世界に、全世界に公開しても構わないね。顔映ってないからね。顔映ってないし、私のお母さんしか分かんないから。私の顔は映ってるけど、笑える。映るんだったら綺麗に化粧してる映ってもいいってこと？
顔ね、綺麗に化粧してたら映ってもマジおかしい。もうね、あのうちの家族はみんな出たがりだから、うん、ノンノはそうでもないけど出たがり私、エンミカとエンミカの母76歳が語る朝のひととき、いかがでしたでしょうか。いつもよりもリラックスしてたみたいで、こんな話普段聞かせてくれることは絶対ないと思います。まあ、父とのこととか、また青春時代の思い出、母にもたくさんあったようですね。このエンミカチャンネルは北海道に住むエンミカが伝える北海道の情報などもお伝えしています。ぜひチャンネル登録してこの後もご覧いただけたら嬉しいです。コメントもお待ちしております。